新型コロナウイルスに関する特別定額給付金を狙った振り込め詐欺を未然に防いだとして、令和2年6月8日、肥後銀行宮地支店に阿蘇警察署から感謝状が贈られました。感謝状の贈呈式は、阿蘇市一宮町の肥後銀行宮地支店で行われ、阿蘇警察署の内田義郎署長が、窓口で振り込め詐欺を未然に防いだ佐伯恵子次長に感謝状を、また田口幸喜支店長に記念品を手渡しました。特に高齢のお客様を狙ったものが多いですので、振り込みについては、お客様の気持ちを害さない程度にお聞きするということを日頃から心がけておりますし、金融機関がお客様の資産を守るというのは責任でもありますし、最後の取り出でもありますので、ここで守らなければという気持ちは日頃から持っております。先月5月末に肥後銀行宮地支店を訪れた70代後半の男性が高額の振り込みを依頼しました。窓口で対応した佐伯次長が不審に思い詳細を尋ねたところ、30万円を3ヶ月間投資すれば10倍になって金が返ってくるとの内容で、これは詐欺と思い警察に連絡して振り込め詐欺を未然に防いだものです。阿蘇警察署の話では、阿蘇署管内で新型コロナウイルスに関する特別定額給付金を狙った詐欺事件は初めてということで、今後もこの種類の詐欺事件が発生する恐れがあるので注意してほしいと言っています。